里見成吉は、室町時代後期の武将。安房里見氏二代目当主とされる人物。名前は、義政とも記される。後世に編纂された系譜や、軍機物にその名が見られるが、資料上で実在したという裏付けが取れないため、系譜に付け加えられた、架空の人物とする説が主流となっている。しかし、成吉の存在を架空とすると、 里見氏の系譜関係を著しく不自然にする、事情などから、実在を支持する説もある。系譜上の里見成吉は、安保里見氏二代当主。里見義爪の長男である。忌味名の、正の字は、古学坊、足利重義氏から配慮したものとされている。名前に関して、王の他兵は成吉が正しいとするが、 佐藤博信はこれを疑問し,し犠牲の可能性が高いと、する。稲村城を築城、和佐国への進出を行った。また、娘を正木時綱に嫁がせ、正木氏と遠石関係を結んだ。男子には、里見義道、里見実行がいる。成吉が没すると、義道が第三大当主となった。 里見成吉が発給した文書は存在せず、伝えられる辞席についても裏付けを取ることができるものは、ない。しかしながら、重永卓南寺は、数作二光福寺や高野三世門院に現存する、犠牲と署名された、古文書を、里見吉成が発給したものではないかと指摘している。この十 A の指摘に対して、滝川交渉は、泉地域で、 領主権を行使し、しかもその顔が、戦国時代後期に、一般的に流行したものであることを考えると、里見ではなく、時吉成の文書の可能性が高いと反論をしている。聖能寺が、足利重氏の固い港とする見方について、佐藤博信は、里見氏歴代当主が名乗った、義が、里見氏を含めた新田、足利一族の通事であることから、 さらなる堅い皆の配慮の可能性を疑問視している。名前の創作である証拠とする。近年では、成吉は何らかの必要性があって加えられた、作為的な架空の人物とし、吉道、実業兄弟は、初代、吉実の実施であったとする見方が有力である。極定馬金の読本、南宋里見八県伝には、里見義成として登場する。ありがとうございます。